プロ入って1年目の秋の練習からスイッチ立てこうしたんですけれども、はい、本当当時の練習量っていうのはもう半端じゃなかったですよ。多い時はやっぱ1500というところのバットは振ってたんですけれども、朝起きて指開かないんですよ、うん、朝起きたらこの状態で、で自分の意識の中ではもうこうやって開けない、関節とかも固まってしまってるんでしょうね、それだけの数を割って振るもんですから、それぐらいやっぱり練習したんですけども、でもやっぱりそこの頑張れたっていうのは、その1年目入った時にある方からちょっとこうね一言っていうのが